おかみちです。今回はですね、FS5 のネタなんですけれども、ソニーの FS5、去る7月にですね、FS5 のファームウェアがバージョン4にアップデートされました。で、バージョン4にアップデートされて何が変わったかって言いますと、まあ、一番の目玉は、HLG、ハイブリッドログガンマ、これに対応したということですね。ソニーのカメラには、ピクチャープロファイル PP っていうプロファイルがいくつかあるんですけども、まあ大体そのピクチャープロファイルが1から今までは9まであって、ノーマルの PP1 っていうところから、ログでは、ログ撮影では、PP789 が割り振られていました。PP7 が、SLOG2、PP89 に SLOG3 が割り振られていましたと。ハイブリッドログガンマに対応した新たなピクチャープロファイルが設定されて、それが PP10 とうとう10まで、いきましたね。 PP10、PP10、PP10 までいきました。それで、その PP10 が HLG と、まあ、ハイダイナミックレンジで撮れる一つの、まあ、規格になるんですかね。 HLG ハイブリッドログガンマで、これは、色域が今まで狭いね、レック709っていう昔からある、色域だったんですよ。まあ、色のこうなんか広さですよね。それがレック2020っていう、ね、こう広い色域になったと。なのでよりこう人間の見た目に近いこのダイナミックレンジが得られると。明と暗の照度差がですね、こうバランスよくなると。口で言ってもですね、ちょっといまいち分かりづらいので、あんまりいい例ではないですが、撮ってきたものがありますので、それをご覧いただきたいと思います。はい。これはですね、スタンダードガンマで撮られたものなんですけれども、雲の空の感じに注目してみてください。ハイブリッドログガンマに変えますと、白飛びがなくなって雲や空のディティールがちゃんと出ていることがわかります。これも空が今飛んでいる状態ですね。はい。HLG に変えると雲のディティールがすっきりと見えて、より人の目に近い感じに見えるようになりますね。本来 HDR 映像はこういうコンピューター上で見るよりも HDR に対応したテレビで見る方が効果的だというふうに言われておりますが、こうして PC 上で見比べてみても案外効果があるなっていうことが分かりました。ちなみにこの映像の編集はファイナルカットプロ上で、レック2020の色空間の中で作業しています。その他にもこれバージョン4にアップデートしてちょっとだけ使いやすくなったのが、今まで S ログ使う時、ログ撮影の時は、感度が3200っていうのが、最低感度だったんですね。3200以上じゃないと、撮影できなかったと。なんとまあ使いにくい、設定だろうなっていうふうに思ったんですけど、まあそれを補うのがこの FS5 についている強力なND フィルターの機能ですね。今回バージョン4ですけども、バージョン2になった時にこれがオート ND フィルターがついたんですね。それでさらに使いやすくなったという。ログでの撮影の感度が ISO 2000からになりました。3200から2000に引き下げられたので、まあちょっとだけ使いやすくなったかな。それでもまだ2000ってっていう感じですけどね。せめてね、ちょっと1000ぐらいまで落としてくればよかったんですけど、まあ、そこで、ちょっとだけ使いやすくなったと、いうことが、挙げられます。非常にアップデートも早くてですね、
ソニーが力入れてるのも分かりますけれども、まあ来年早々にはきっとマーク2とかですね、これに変わるものが出てくると思うんですけれども、まだまだですね、当分 FS5 は使っていけそうだなっていう感じがしました。またね、また、さらに FS5 が使いやすくなるバージョンアップ期待してます。それでは。